事でよかった。エレンやミカサは、まさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。何なんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。いいか、訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。シラを切る気か、化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間です。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で駐屯兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもしここで駐屯兵団を説得できると言うなら俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で走ってまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止まれ。
は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ、私はトーリー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全て者の間に彼の戦術勝ちを解きます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。やったな。生き延びてやるわ。なんと。もう家に帰りて。死んだ仲間のためにも。うわぁ、負けない。
食われたくねえな。次の任務は巨人が怖くて兵士が務まるかよ。ほう。奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。俺も反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除するの。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため、大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。負けるもんか。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。僕の立てた作戦は採用されたけど、この作戦で正しかったのかな。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。くそ、キリがねえぞ。頼んだよ。了解だ。落とせたぞ。負けるもんか。頼んだよ、頼んだよ。分かったぜ。あの縁談ヤバいってことだよな。
巨人に邪魔されて補給物資を運べない。もう大丈夫だ。助かった。補給物資を持ってきたから使ってくれ。ジャンも補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。深淵弾だ。助けないと。怖くなんかないぞ。落とせたぞ。くそ、死に急ぎ野郎の援護に回った結果がこの様かよ。助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。僕だってやってやる。頼んだよ。分かったぜ。了解だ。頼んだよ。負けるもんか。頼んだよ。僕だってやってやる。逆に立てた。思考士か。こっちの誘導に引っかからない。おびき寄せられないなら直接倒すしかない。ごめん、もらっていく。救援要請確認。向かいます。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。怖くなんかないぞ。僕にも倒せた。怖くなんかないぞ。助かったよ。兄、一人で何しているんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょ。同じ班のライナーたちとはぐれてる。見かけたら
私は無事だと伝えておいて。負けるもんか。僕だってやってやる。頼んだよ、頼んだよ。分かったぜ。かなり巨人を減らせたぞ。これなら大岩の方から縁談が。何か緊急事態か。迷惑かけてごめん。岩の周りに貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。貴公子が直接叩くしかない。巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、